はい、えー、それではですね、えー、本日はあこのね、えー、ゴールドウェブ講座あ宮口聡の論文山五2018条約学問特訓プラスのね、えー、紹介をしたいと思います。えー、今日はねあのー、授業じゃありません、この講座の紹介ですね。ちちょょっっとと私ですねちょっと今 <laughs> あの階段上がっていきましてですねちょっと息, <laughs> 息切れしておるところですからちょっと待ってくださいねドリンクを飲みますからちょっと勢いをつけますんでね。はいということでねこう杉下右京張りのです、ねえー、アイスコーヒーをちょっといただきますんですいませんけどねちょっとこれ飲まないとね気合が入らないんですよちょっとすいませんが。 あーちょっとほら今ね暑いんですよ暑いシーズンになってきましたらねうんよしこれで何度なるわはいじゃあ,あの紹介いたしたいと思いますこのね山ごろって何なのかっていうとえー、名前が変だよね山あての山ごろあせのごろだからねえー、そうですよはい でまずあの、講座の狙いなんだけどね、まず蛍光ペンで塗っていこうか、えー、必要最低限の型を確立します、えー、これ、どういうことかというとね、まあ、宮口メソッドにより、必要最低限の型をね、確立し、流れの良くない場当たり的な答案からの脱却を図りますということだよね。 ところがまあ型はね大体そうですねあのー、まあ15パーターンぐらい用意してますんで、ええまあ、17か七日ねそして、えー、ちょっとこれはねまあ実際に受けて頂い,いてからということになるんですけどもあの山手て編 がございましてね、あのこういうふうに、うん、ゴロテク編と山手編ということで分かれております。で、まあゴロテク編がね、あの二回で山手編が三回から五回だけど、ちょっとねこの辺はあの三回目の途中ぐらいまで山手編じゃなかったかなという記憶があります。もうすでにね収録済んでるんですよ。 もうあのこのね5月17日まで配信済んでおりますからねうんあその前にあの皆さんねあのこれ受ける人って大概あの担当試験がもう終わってから受ける人多いと思うんですよねうんあのということで、ま、もし担当を受かってからあこれ聞いてる人まずは担当試験お疲れさまでした、ね、ええー、担当試験どうでしたか どうでしたかっつってもね今俺が収録してるこの時点におきましてまだ担当試験は終わってないんですけどねこれ見てる人はもう終わってるからね、うん、さあそれで次ねえー、2時間かける1 2個まで論文のいろはを学ぶとえー、まあ先ほども、えー、見ましたけど 特日5回です。えー、衣装・商標2回ですねあ。衣装が2回か。商標が3回でございます。ね、ちょっと色分けしてますけどね。で、条約、えー、過去問特訓プラスが2回ございます。えー、で、衣装もちょっと見ましょうか。ね、衣装もですね、あのー、<laughs> 衣装・ゴロテク編というのと、 衣装を山手て編っていうのがあるんですよ。ね、でゴローテック編ではねあの型を身につけますんで、えー、ちょっと見出しを見ますとね七、うん、パターン8か八パターンぐらいね型がございます。でそれをあの、まあ、予想するため予想した問題が8問用意されています。ね そして商標も見ましょうかね。あとね、平成26年27年改正なんかもねまとめてますから、ほらこんな感じで平成26年27年改正。改正ってね、そんなあの出ないんですよ、すぐには、まあ。ただ出たら困るぞっていうところで一応出そうな項目のみね、ピックアップしてます。で、商標のあゴロテク編、山当て編もございましてね。 えーまあ、あのもう終わってるからねこういう振動表もあるんですけど大体いい1コマ2時間なんだけどちょっとねオーバーしてる回もありますからね、まあ、2時間半ぐらいの回もあったかなはいで一応こういうねゴロテク編と、まあ、山あて編があるという感じでねで、えー、同じく26年改正27年改正があると。 いうことですはいで即効性なる語呂合わせとテクニックですねああこれはねもうやっぱりもういろんなね語呂合わせがあるんですよねイホブ編えー、っとね「集客自手行」これはもうね普通に入門とかでもやるけどね「集客自手行」型みたいなまあ序の口ですわねうん であと、まあ、これは語呂合わせじゃないんですけど条文順次列強型っていってその36条の2手知ってます外国語書面すがん例えば外国語書,書面すがん制度について説明せよみたいな問題が出た時はどうするのが一番いいかというとねもう1項2項3項4項ってベタに書いていくのが一番楽じゃないですかね、まあそういうテクニックも教えますしね あの権利パターンといえばね、えー、何々権について説明せろよみたいな問題が出た時はねまあ出ませんけどそんな方があるんですよ「生死活発後編症」みたいなやつね、うんまあ、それよりまあ侵害系が最近必ず出ますからね「えー、企業権限特許制」だとか、うん、これは何だ「お人間作用法1つ目を不明瞭実施力無用化」。 均等つに要約書みたいな、ね、語呂合わせもあるんですよ清少バイパス経過して高知に来たことを意識したみたいなねうん虚咲部編有別法取りとかね、うん、まあいろいろございますねもう本当にこのパターンごとに語呂合わせが用意されてますんでねはいえー、ということでまあ今まで担当ばっかり勉強してね あの論文やってこなかったでしょうこれいいですよ、ね、短時間での論文の基本知識が学べますからねはい、えー、今語呂合わせも若干ながらやりましたけどやっぱりねこの語呂合わせをね早期のうちにこう身につけておくと後々楽ですよ条件反射的に出てきますからね論文の型定義 あこれね、あのー、観光物の定義とかね、口実でも先生出ましたよっていうね、えー、去年、報告ありました。ね、後半項目、副文書、あずるいね、ず,ずるいね、えー、っと、<laughs> 俺が間違ってどうするよ。ね、後半項目、副文書、ずるいね、情報、伝媒体でしょ。太ってものが見うるような、ね、これですよ。うん。あと、平成18年ですか。 平成18年の意証法なんかではね「父ちゃん今度へいこいてみどうせ見えないから大丈夫だよ」っていうのが出ましたからね、うん、はいであと過去20年分いやこれね実はもうちょっと気合がってるんですよ22年分の分析をしてます22年分 えーの本試験の問題を徹底分析してこう山を張るとねあと一覧表があるんですよあのテーマごとにね、えー、そっからどういう問題がね出るかっていうのもねやっていきたいと思います、まあ、こんな感じでほらちょ,ちょっと見せてもいいかなほらこんな感じでほらこれ特日だけどねすごいでしょこれ平成8年から分析しますからね 平成8年からですよ。ええ。はい。で、特にね、このあ2018の論文山頃はね、まあ、条約に気合が入っとると。で、それなんで条約に気合が入っとるのかっていうとね、去年も本格的な条約の問題出ましたよね。ええー。えっと、平成29年に、 あの国岸備認定要件出ましたよね、特日の位置で、びっくりしましたね、PCT19 条制、34条制も出ましたでしょね。最後の2回では、平成13年以前のお宝的存在ともいえる条約閣問に注目し、出題が予想さ,れさの予想されそうなものを取り扱い、えー、条約問題の苦手意識を払拭する。 条約過去問特訓これを行います、ええ、でこれはねもう自信を持ってお勧めしたいのはねこの講座しか多分ありえないと思いますけどあの平成13年以前のね過去問これを扱ってる講座は他にないと思います、ええ、見てくださいちょっと条約過去問の回ね平成13年以前あったんですよええ 条約っこれ過去、えー、5年分345過去5年分ねまあ20年はねこうスポット的に二に27とか2829だからこの29年じゃなくて平成9年まで遡ること過去5年分これはね本格的なあ条約の問題ですこれは使いますよ でなんとね、えー、平成10年のあ条約過去問が去年出てるんですよ。なんと。ねえー、なぜかというと平成10年に国際すがん認定が出てます。えー、で去年出たでしょ国際すがん認定がこれ。ほらだからねやっぱり大昔の過去問まではやってないだろうという試験のね あの考え方がございますのでその辺から出してやろうと、ね、これですよここにも書いてますちょっと目立つように「宮口講師分析条約的要素には気をつけろと」と平成13年までは論文試験に条約という科目がありああの平成14年以降はねまあ特実異象の中で断片的に条約的要素が ま問われることが続いてるんだけどね出ない時もありますよ、えー、ただね去年の問題見てると10年以上前に戻ったのではないかというような問題出てますよね、うん、っていうのも市販の問題集市販の論文革問集は多いもので10年程度しかねあの乗っけてないと過去新しいものから、うん、だから試験もねそこに目をつけ、えー、それよりもっと 古い過去問と同様の問題をね再度出題する傾向があるんですよだから平成10年の条約の問題を出してくるとねであと平成12年のまあこれ商標法なんですが平成12年の商標法でね異議申し立てと無効審判の比較の問題が出てるんですよどうですか去年出たでしょ平成29年の商標法で出ましたよではい まあだからねこの条約去問特訓プラスというのはもう過去に存在しない模範とを入手するという意味でも非常に価値のあるそういうものになっております。ねはい、で、まあ、値段はここにございますけどねゴールドウェブ通信これちょっとねあの平等にあの割引とかそういうのが、ね、一切使えない講座になるんでちょっとこの辺で、ね、ご,ご了承いただければなと。 スマホでも視聴可能です視聴可能期限、えー、2018年7月31日までだからね注意してくださいよはいうんいやーしかし暑いねもう本格的に夏だわこりゃねはいそしてもう一つねこれ売りがですよあのこれなんです実は細かい文字で書いてるでしょあのなんか 全然目立たたんんじゃんみたいな上に比べてそうでしょ、ね、条約的要素には気をつけろとかこの文字に比べるとえらいちっちゃいよねこれはねどういうことかというとねあまり知られたくないんですよ。<laughs> 要はねあのー、あ便利試験で的中したければ、あのー、司法試験知財をやれと司法試験の知財という科目これをやるのがね一番いいんですよ。 実は、うん。で、ええー、過去にね。まあ、どういう、その。的中実績あるかというと。あ、まずね、過去六年分っていうのはあれだよ。平成二四。二五。二六。二七。二八。二九。の過去六年分。扱ってます。で、このうちですね。的中してる年。まあ、というか、あの。 例えば次の年に出るっていうこともありますよ2年後に出るっていうこともあるその1回出たテーマがねでもそのままですねもうその年に出たぞっていうのが24252628このね過去4年6年中4年はもう横スライド式で出てますえ、うん、でまあ20うそうですね 26年だったな、私の記憶だと。ちょっっと待ってね、えー、平成26年にね、結構あの幅広く聞く問題が出ててね、まあ、機能性調査が出たんですよ、あの試験研究の。あれが、ね、去年出ましょうね、29年に。 司法試験の26年に出たテーマが29年に出たりもしているということでまあそういった意味ではこの司法試験の格問をやるというのはすごく大策になるんですよ。でまたね法試験の問題がすごくいいんだわなんかこのやっぱりこう格が違うのかあの本当 本当にこうただの暗記では通用しないところもあってねあのまあなんていうかほら判例通りに書けばいい問題が多いと思うんです弁理試験は。司法試験はなんかその逆,逆も言わせるっていうか、まあ、そういった主張に対してどういう反論が考えられるかみたいなね常にその原告と被告の両立場に立った聞き方をしてるから。 応用力はつくんですよね現場思考力っていうかねまあそういうところはこのね、えー、知財小試験知財の問題すごくいいと思いますこれが載ってるとでちなみにね先生あの30年今年のが重要なんじゃないですかとこれはちょっとね、えー、ともう収録は間に合っておりませんのでこれについてはねあの申し訳ありませんが えー、論文最後の悪あがきっていうのが、まあ、6月16日と23日に新宿・エルタワー本校で、まあ、夕方6時から9時ですね夜の、うん、この時間帯であの道場をやりますからその時に司法試験、えー、平成30年度は扱いますんで、まあ、そこはご了承いただければなと思います。だからこの論文山頃プラス まあ論文最後の悪飽き療法出ればね、あのー、もう過去7年分と新唱試験もう非常にこう安心してね自信を持ってね論文法試験に臨めるのかなというふうに思います <laughs>、ね、であとあさっき言いましたっけ論,論文過去問ね条約の頃の論文過去問は あこういうふうに13年から、ね、9年までさかの分んだけどさらに、えー、条約系演習問題ね例えば、特実系で5問一匠、えー、で3問かなあ2問ですねそして、商標で3問さらに用意して合計10問の、ねまあ、オリジナル問題を、えー、つけております。まあ、したがって このの論文山うは普通の講座と違ってやっぱりこうかなりこう条約面にキヤが入っていると、うん、それから新唱試験他の講座で扱ってない特徴がまあ二大特徴とでも言いましょうかね、まあ、2つあるわけですね、うん、あとはまあ論文を語呂合わせで乗り切ろうという。 まあそうういとしたがってこの講座を利用される層というのは、ええ、担当試験がね終わってさあ論文やるぞというねこれまでちょっと担当に力入れてきて論文あんまりやってないわという人あのもう基本知識から学べますから短期間でもう ほらロンングラの講座もあるじゃない、えー、論文基礎力完成講座まああれもね時間があるときだったらいいんですよでももう皆さんにとってはね1ヶ月あるかないかぐらいの中でねえー、論文を基礎から応用まで高めていくためにはこの論文山頃を差し置いて他にないのかなという気がしますねそ、まあまあねまあ、それはその まあ、そういう役割があるんでここではそのやっぱり知識がないと書けませんのでね型がないと書けませんのでねあそういうところを担ってる講座だと思います。ね、だからあのこ今年の本試験を受ける人はもちろんなんだけどまあ中にはね来年向けの論文のために。 えー、今のうちに型を身につけておきたいという層にとってもね、まあ、ニーズがあるかなというふうに思っております。ね、はいということで、えー、2時間ける1 2回で、まあ、24時間ですけど、えーまあ、私はですね、まあ、2時間以内で終わることはなくて、まあ、ちょっと気合いが張りすぎてですね2時間半という回もございます。ね えー、まあだから、まあ、考えによってはお得っていうかお得っていうか皆さん早、はいわれと思う時もあるかもしれないけどね、えー、まあそれだけ多くのことを皆さんに学んでいただきたいなっていう気持ちのもとで、えー、進めさせていただいておりますからねその点はご了承いただければなと思います、まあ、そういうところですかねあと色,色の使い方とかはね 私の授業を受けていくとあのどういう感じになるかっていうイメージだけでもねあの、まあ、例えばこんな感じになるわけですよ問題文をねピンクとかオレンジとかね当、まあ、案、まあ、緑は理由付けなんだけど、ね、こういう感じで塗っていきますからああそうそうあのもうパッと見でね何が書いてるかっていうのが大体わかるんですよああね はい、あとはそうねまあふから私の授業を受けてる人は大事だと思いますけど、まあ、こ,の辺この辺にあの必要な蛍光ペンもねあの紹介しておりますはいじゃあそれではね、えー、皆さんあの論文試験7月1日です今年はねできるだけ早く申し込んでいただければその分対策も講じやすいんでね 早めのご決断をお願いしたいと思いますはい、それではあレック便利試験のゴールドウェブ講座あ宮口里市の論文山黒講座2018条約学問特訓プラスの紹介をプロモーションビデオを終わりますそれでは皆さん、えー、実際の講義でお会いするまでごきげんそして、えー、今年の試験合格を目指して ਗੰਬਰਸਪ ਆਪ ਆ